コマども全員揃ったかしら。全員揃いましたであります。ご苦労様。そうかね、一体今ここに何人いるのかしら。何人いようとも18人を超えた存在は全て幻よ。それを認めさせるのがわらわのゲームでな。ダイラムダデルタ教、我が集会宣言をお聞き届けくださり感謝いたします。そしてダイベルーカステル教、我が主ご期待ください。必ずや主を苛む退屈の毒を一時であろうとも忘れさせてご覧に入れます。ええ、期待しているわ。それでこそ私の分身、私の駒よ。魔女ども、人間ども、これより魔女集会にて幻想法廷の改定を宣言する。お前たちのこのゲームにおける生と役割はおしまい。第5のゲームはこれにて閉じられ、24時を迎えての答え合わせとなるわ。では早速と言いたいところだけど、その前にまずは軽く自己紹介から始めようかしら。これだけ大勢いるんだしね。私はラムダデルタ、絶対の魔女にして新しきゲームの支配者、ベルンカステル奇跡の魔女ベアトリーチェの魔女幻想の感化を目的とするの。無限の魔女ベアトリーチェである。我が存在の主張と夏日、金蔵の保護を目的とする。バトラ様、次なる序列はあなたであります。後ろ宮バトラ、ベアトラ、ああいや、魔女どもと戦ってる以上だ。ご存知と思いますが、貴殿は今回のゲームは途中よりの参加となっております。魔女集会開催のこの時点ではまだ無参加ということです。お分かりでありますか。分かってるぜ。しばらくは発言権がないってことだろう。ご理解感謝であります。わらわの宿敵であると一言言えばよいもの。お前だけの敵とは限らねえからだよ。取り返すぞ。これはわらわたちのゲームだ。ああ、魔女集会の開催発起人にして探偵、フルド・エリカです。この第5のゲームの犯人を暴き、この物語に愉快なピリオドを与えてご覧に入れます。私も期待してるわ。さ、残りのコマどもも適当にザラーっと自己紹介なさい。人間ども全員自己紹介を。後ろ宮金蔵が書斎の窓より抜け、六軒島のどこかに潜んでおる。後ろ宮クラウス、現在は囚われの身で
どこかに監禁されている。後ろ宮エヴァよ、生きてるよ。ルドルフだ。この後もずっと後ろ宮だからな。名字は端折るぞ。後ろ、ローザです。第一の番に殺されました。ジェシカ、同じく第一の番に死亡だぜ。ジョージです。同じく第一の番に死亡。マリア、死んじゃったけど私はこうして喋ってるね。死ぬことなんて大した問題じゃないでしょ。後ろ宮夏日です。生きております。秀吉や、ついさっき殺されたばかりや。キリエよ、まだ生きてるわ。南条ですが、私も長らえておりますが。源氏と申します。第一の番に死亡でございます。シャノンです。生存してます。カノンです。同じく生存。ゴーダです。よろしくお願いします。皆様方、熊沢でございます。よろしくお願いします。続いて魔女ども、全員自己紹介を。ワルギリアと申します。ベアトリーチェの師匠です。ガープよ、死体を消す役担当。炉の上、紅茶を入れる役担当ですね。煉獄の七姉妹を代表してご挨拶申し上げます。第二の番の秀吉殺人を担当しました。煉獄の七姉妹、ここに。続けてエリカ教の家具どもは自己紹介を。ガートルード、異端審問補佐官なり。コーネリア、異端審問補佐官なり。ドラノール・エノックスであります。エリカ教の首席補佐を務めます。バトラー、あなたには期待しています。私を失望させないでください。お互い全力でぶつかるだけだ。ドラノールの出番は本来なら必要ありません。しかし魔女側が醜く言い逃れをもてあそぐとき、それを断罪してもらわねばなりません。書斎での奇跡は二度と起こりませんから。最後にご挨拶申し上げます。本魔女集会の進行管理を命ぜられたシエスタ姉妹この絵隊であります。よろしくお願いします。にえにえ。以上で全ての駒の自己紹介を終了するであります。一同に会するが全38名。始めようかしら。おっきにん、始めてちょうだい。ああ、悪いけどそこのヤギさん、ジュースのおかわりお願いね。私にはポップコーンを。ああ、そうだったわね。悪魔の感激はポップコーンと相場が決まってると、あんたが決めたんだもんね。ええ、楽しませてもらうわ。あと、紅茶とからし味噌をもらえる。エリカ、始めなさい。私の退屈は、もう始まってるわよ。我が主、お任せを。静粛に、沈黙を。
フルドエリカは告発します。第5のゲームの殺人犯は、後宮夏日さん、あなたが犯人です。シエスタ姉妹、被告人を席へ連れてってちょうだい。了解であります。ちょっと何をするのです、話しなさい。これよりフルドエリカはなぜ後宮夏日にだけ犯行が可能か再構築してご覧に入れます。ベアト、もちろん受けるでしょ。当然よ、後宮家顧問錬金術師、黄金のベアトリーチェだ。フルドエリカ、受けて立つぞ。我が主に着せようと企むその濡れ衣引き裂いてくれるわ。ベアトリーチェ、安心せよ夏日、そなたはわらわの主だ。そして心に片翼のわしを刻んだ真の当主、身に覚えなき罪に怯えるでない。そうですとも、私は後宮夏日、後宮家を冒涜するあらゆる挑戦を受けて立ちましょう。どうしてこの状況にそのような虚勢が張れるやら。あなた本当にどこのかけらでもいじめられっこね。ではベルン、主張どうぞ。ベルンカステルは主張するわ。このゲームの犯人は人間、後宮夏日。ベアトもどうぞ。ベアトリーチェは主張する。このゲームの犯人は人間にあらず、わらわこそ犯人であるわ。お聞きね、魔女ども、人間ども、一つの真実に二つの主張が現れたわ。犯人は人間、後宮夏日か、犯人は魔女、ベアトリーチェか。魔女が勝てば、第5のゲームの真相は闇に消える。エリカが勝てば、ゲーム版より魔女幻想は打ち滅ぼされる。つまり、ベアトにとってのみ、負けることの許されない勝負だけれど、覚悟は大丈夫？何の覚悟が必要だというのか、元より望むところよ。エリカのやつだけ負けても何も失わない。それはどうでしょう。ベルンカステル卿には情けの心があります。彼女は自分の望んだ活躍をしなかった駒に温かい処遇を与えるとは思えません。さあ、始めなさい。それでは、私から始めたいと思います。秀吉さん殺しについては、とてもシンプル。夏日さん以外の方を疑うことは不可能なはずです。私たちは、被害者と夏日さんを除いて、全員が同じ部屋にいたじゃないですか。
どう考えても秀吉を殺したのは夏日じゃないの。いいえ、逆だわ。どう考えても夏日以外に秀吉は殺せないじゃないの。議論も反論の余地もないわ。ですから誤解です。確かに私にはアリバイがないかもしれません。しかしアリバイがないことはすなわち犯人であるとの証拠にはならないはず。夏日にだけアリバイがないのは分かった。だが待て、殺害現場は密室であったぞ。夏日に限らず誰であってもあの部屋での犯行は不可能だったはずだ。魔法で殺人が遂行できるわらわを除いてな。密室トリックであるハウダニットについては後で説明します。とりあえず今はフーダニットから。よって以上により、秀吉さん殺しは夏日さん以外の人物を疑うのは不可能となるわけです。お嬢様、ここをさらに切り込むと危険かと。同感だわ。夏日が秀吉の部屋のクローゼットに隠れていたのは事実。復讐要求で所在の確認を行われると追い詰められるわ。であろうな。ゲームの支配者はラムダ・デルタ卿だ。あやつが面白がれば事実に関係なく夏日が犯人ということで確定されてしまうぞ。おそらく向こうの狙いはシンプルな秀吉殺しで、夏日様が犯人であるとの印象を確定させ、その上で不確定要素の多い第一の番の再構築に入るつもりでしょう。ゲームマスターに疑われた状態での進行は最悪よ。主導権を握るべきだわ。うん、ラムダ・デルタ卿、ご存知の通り第5のゲームでも多くの殺人が起き、深夜から早朝までの短からぬ時間をまたいでいる。いきなり秀吉の殺人から始まり、時間が行ったり来たりしてしまうようでは混乱してしまうというもの。ここは時系列に従い順番に進めていくのが良いかと思うが、いかが。異議提出。犯人を告発する過程において時系列など意味をなさない。異議提出。フルドエリカは時系列を混乱させることによって印象操作を行っている。ああ、よくわかんないのは私もごめんだわ。ベアとの主張を認めるわよ。エリカはいきなり第二の番から始めないで第一の番から始めなさい。